プロジェクト SR。前回まで派。解説時間を25分以内に設定。見た目派戦車。マジコンビーダマンと言い張るウップ主。車体派スッカスカ。キロ派行動。行動の中身派電動スリングショット。ビーダマ射出を物理的に解説。解説に力を入れすぎてタイムオーバー。大問題な。以上。冒頭解説派あっさりしてるのね。どこがだよ。冒頭からなんだこれだよ。っていうかいつまでドアップの顔を出しているんだ。早くしまえ。このブワーカが、悪意あるだろ。発作押すぞ。まあまあ落ち着いて、血圧上がるよ。ほらほら、さっさと解説に行くぞえ。行くぞえ。マロカ転入日。いいはらえふろ。まったくもう、とんだ茶番だったぜ本当に。でもいい味出していましたよ。こんな顔派なかなかできないしね。で、後半派電気回路ですよね。いや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 、プログラムもあるからね。むしろ重要だからね。ごめんごめん、確かに肝心だよね。供養なんてもの派ないの派わかっているから。キューブさん、解説お願いします。じゃあ気を取り直して、電気回路を解説します。このチャンネル初見の方もいるかもしれないので、簡単に説明すると、ウップ主が基本的に制作するロボット派、パソコンまたはマイクロコンピュータという、電子部品が信号を送信して、モータドライバーやコンデンサといった、電子部品が信号を受信して、電圧や電流の値を物理、化学的に動作。それら電圧、電流の値に対してモータなど、アクチュエータが駆動するという構成になっています。そして今回の制作例派、無線遠隔通信なので、コントローラーも制作。コントローラーにもマイクロコンピュータを搭載して、ボタンが押されたら、ワイヤレス通信で情報を、テレフェニックスへ送信。それでテレフェニックスが動くというのが、構成概要です。ただ、でもこれ派、以前公開している、ジョイスティックワイヤレスコントローラーシステムと、構成派ほぼ同じなんですよ。マイクロコンピュータ派アルディーノ、ワイヤレス送受信派 XBE を使っています。今回違う電波、毛沢同様の電子部品ですね。今まで通りモータドライバー TA7290HP を使っていたんだけど、モータへの電力を少し多くするため、単三電池 6.9V で使ったところ、アルディーノが異常発熱してお亡くなりになりました。あらまあ、お気の毒に。それで接続していたノートパソコンもお亡くなりになりました。マジか、本当にお気の毒。うん。いやいやいや、待って待って、どうしたらそんなことになるの？アルディーノには、パソコンと USB ケーブルで接続して給電されたり、シリアルモニターといって、処理した結果を出力する機能もあるんだ。なので、無線送受信の試験がてら、パソコンとアルディーノを接続して、アルディーノへ給電しながら、コントローラのスイッチを押して、それで、車体側のアルディーノが、適切に信号を受信、処理をしているかを、試すことにしたんだ。その際、毛沢同様の電池をモータドライバーへ接続しつつ、コントローラボタンを押したわけ。すると、あれ？バッテリー切れ？でもコンセント刺さっているな。もう一度電源を押してみるか。まさか。おーおあんた何してんの？何壊れてんだよ。7年前に25万円したんだぞ。ほとんどない貯金を使ったんだぞ。ウップ主すっぽいあれようだね。ねえねえてとら、ウップ主っていつもこんな感じなの？ち、見てはいけません。一体、どうしたらいいんだ。そうだ、お祈りすれば、機嫌を直して動いてくれるかも。は？いやそこは修理では？天に負わしますは。我らがパソコンの神よ。再び我がパソコンの再生を願い申し上げまする。死んだ。勝手に泣き物にしないでもらっていいですか？っていうか天にいるパソコンの神って何？お願いパソコン、お願いパソコン、お願いパソコン、動いてよー。なんかぬるぬる動き始めたぞ。これ、テトラだったらどうします？キモい、って言ってお断りしますね。諦めんなよ。諦めんなよ。どうしてそこでやめるんだそこで？やけになって、こう有名な熱血指導者モードが入り始めているぞ。無生物のパソコンに叫んでいるし、なんかもういろいろとかわいそう。そうだ。パソコンの中に入って説得すればいいんだ。は？ウップ主ってバカなの？なんで修理っていう発想にならないの？どうしてそこでやめるんだそこで？ OS の中に入りやがったー。っていうくらいショックだった、っていう話。実はじゃないんかい？パソコンに強く語りかけるところまでは本当らしいよ。え、何？お祈りと声かけを実際にやったの？そうらしい。ネタかと思ったわ。むしろボット作っているんだよね。なんでそんな無駄なことしてんの？なんで修理するとか考えないの？アホなの？無能なの？まあまあ抑えて。この後ちゃんと電気屋さんに行ったから。
やってないと早い、画面に入るなんて、もう逆さだこじゃん。でもちょっと見てみたかったかも。人類。その後、電気屋さんに持って行って、修理依頼をしたんだけど。古いので無理ですね。相当ショックだったみたいだね。8年弱使ってきたからね、愛着があったみたい。8年間使っていたのか、それは確かにダメージが大きいわね。で、そのパソコンの中に今まで作ってきたロボットのプログラムコードが全部入っていたんだ。え？入れっぱなし？でもさすがにバックアップは取っているでしょうよね。それが、めんどくせえからいいや。と言ってバックアップは取っていなかったんだ。バカだな。本当にバカだよてめえは。結局その後はどうなったの？ハードディスク入っていたから、データを全て抜き取ってもらって、新しいパソコンに全部移植することになりました。これ、アルディの側で問題があったんだよね。原因は何だったの？予測だけど、どうやらうっぷ主が使い方を間違えたことが原因らしいんだ。簡単に言うと、説明書には、モータドライバー制御用のピンヘ、電圧を加えてから、モータ駆動用の電圧を加えるように書いてあったんだけど、うっぷ主はミスってその逆の手順でやっちゃったらしいんだ。そもそもなんだけど、モータドライバー派、モータの電流を調整する H ブリッジ回路っていうところと、RV のなどコンピュータからの信号を受け取って、H ブリッジ回路へ制御信号を送信する、制御、保護回路があるんだ。H ブリッジ回路派、モータ駆動用電池の電流の向きや量を調整する、制御用回路から信号を受け取って、実際に動作するんだ。一方の制御、保護回路派、コンピュータからの電力をもらわないと動作しない仕様になっているんだ。今回の件派、先にこの制御回路へ、RV のからの電力を供給をしなくてはならないところを、モータ用の電池側から先に繋いで、その後に RV のと、モータドライバーの回路へ接続して、制御、保護回路が破損。そして RV の、パソコンの順番に異常な電流が走ってしまったため、パソコンがお亡くなりになったと考えられる。その影響か RV のの 5V、グランド波本来通電していないはずなんだけど、テスターでも確認したら通電していたんだ。ちなみに回路組みの間違いもしないように、データシートも確認してハンダ付けして、テスターで短絡がないことも確認済み。なのでモータドライバー自体に何か不具合があったのでは？と考えているわけ、で、新調しようと思ったんだけど、せっかくだから新しく、かつ、面白い性能を持っていたら使っちゃおうと探していたら、MDD3A というモータドライバーがあったので使いました。どんな仕様なんだい？これは4から 16V の給電で、連続最大給電電流波 3A。値段 8A7291P よりは高いんだけど、割と使い勝手がいいと、うっぷ主は思っているよ。というのも、これ1個に対してモータ2つ利用できるんだ。そしてなんと、このモータドライバーにはタクトスイッチが装着されていて、マイコンがなくてもスイッチを押せば、モータや試作機の動作テストが可能なんだ。なので動作テストのために、わざわざ回路を組む必要がない。これは便利と思って利用することにしたんだ。実際車体を組む前に砲塔の射撃テストの時なんかは、タクトスイッチを使って動作テストをしたんだ。いやー確かにこれなら回路を組む面倒がないので、正直めっちゃ楽。面白いんだぜー。話の腰を折ってごめん。マイコンとの接続波どうなるの？おっといかんいかん、取り乱しました。つまり回路図波どうなっているの？っていう質問ですね。本知恵ですが、配線図を簡易的に書いてみたのがこちらの図になります。ただ一点注意事項です。文字、写真の大きさの都合上、ピン配置は一部適切な位置にありません。制作の際はこの図の文字、番号と実物と比較しながら接続してみてください。本制作例では RV のを使っているので、これを例に説明すると、モータドライバーの制御回路と、RV のグランド、PWM 出力ピンを接続している。MDD3A 派、RV のの 5V 給電波不要で、モータ駆動用の電池からの電力を供給すれば、モータドライバー内の制御回路も起動する。むしろマイクロコンピュータへ電力供給する機能もあるので、そういった面では、GA7291P など他のドライバー仕様と違うんだ。ただ電圧の基準波揃えなくてはいけないからグランド波、RV のに接続してください。そうでないと PWM 信号の値が安定しないので、モータ駆動を行うとき波、正転、逆転用の信号ピンがあって、回転させたい方向のピンに PWM 数値を送って、もう一方のピンハロー、つまりレイを出力すればモータが回る。正転、逆転波作り手が決めればいい。つまり正転、逆転波制作者自身で決める必要があるので、それを念頭に配線とプログラムを行ってください。また、ビー玉バスターキャノン側波、回転方向波一方向なので、モータオン、オフにすれば OK。モータの回転方向が違ってしまうと、ギアボックス内でねじれ応力が発生するので、接続に注意しましょう。そんで今回の MDD3A モータドライバーを、クローラ駆動用とバスターキャノン用に利用しているぜ。RV のとモータドライバー間の配線波、ジャンパーピンを使っているんだね。手っ取り早く組み上げるにはこれがいいかなと思って、通販で買ったんだけど、実は安物を注文したからハーネスが、9割近く外れだったらしくて、
テスターで検電すると断線が判明。軽い発狂状態になったらしい。うわ、それ最悪だな。ここら辺破棄板、通常の電線、メスピンを利用すればよかったという感じっすね。もしくは秋月、マルツ、戦国伝承等、電子部品屋さんで売られているのもいいかも。ウップ主が制作数ヶ月前に3点から購入したハーネス派、どれも死んでいなかったし。バッテリー派乾電池なんだっけか？そうですね、RV のとモータドライバー派 9V 乾電池を使っているぜ。ちょっと、その、魔の質問していい？いいよ。射撃装置、今回でいうビー玉バスターケモンのバネと、モータ出力派どのように計算して見積もったの？おう、ということは理論値と実際を比較した時のことを、解説してほしいっていうわけですね。モータの出力といったら、トルクを考慮しないといけない。で、電池の電力とモータのトルクの代償関係式がこんな感じ。両派電力が不足してモータが回らないことを防ぎたいから、モータの単位時間あたりのエネルギー消費量、ワット、つまり仕事率が、電池の電力を上回らないようにしたいのです。どういうことですか？エネルギーで考えてはいけないの？電力派、電池が持っているエネルギーを瞬発的に消費できる最大量のことになるんだ。なので、瞬間的という短い時間において、電池が出せる分より多いエネルギー量を、モータが必要とした場合、エネルギーの供給量が追いつかず、モータが動かないことになる。これを防ぐために、電池の電力量と、モータの回転運動の仕事率を代償比較することが多いんだ。ダブル波、笑い、ではないからね。なので、電池の電力と、モータの仕事率を算出しないといけない。そこでまずモータなんだけど、運動エネルギーを、考えていきます。平身運動では、力を距離で積分すればエネルギーになるのに対して、回転運動では、トルクと回転数をかければエネルギーになる。ですよね、スフィアさん。そうですね。今回の制作例で言えば歯車がラック歯車を引く、つまり、歯車の接線方向に力がかかるので、ラック歯車が動いた距離を見てみると分かりやすいかもね。今映像で流れているように、ラック歯車の移動距離波、平歯車の円周に、回転数 N をかければ求められる。回転数 N 波整数でなくてもいいよ。例えば N が2分の1回転とかにすれば、半周した分の移動距離を考えることができる。で、この移動距離に πr に平歯車から受ける力 F をかけ、半径 r と F をかけた後波、トルクになって最終的に 2πnt。つまり回転運動のエネルギーが爆誕する。スフィアさん、ありがとうございます。モータの仕事率波、このエネルギーの60秒あたりの、エネルギー量になるから、60で割っているんですね。で、乾電池側だけど、翼電池にはミリアンペアアワーという容器がある。これは1時間で流せる電流の量になるので、電圧とかけて、1時間あたりの電力量を計算。これと、モータでの仕事率を割れば、組み上げたシステムでのモータの駆動時間が出せる。この駆動時間が短すぎればアウトという見方もできるし、単純にモータの仕事率と、電池の電力の代償で、電池の電力がモータ仕事率を下回ることもアウト、という2通りの見方もある。実際にモータの仕事率が電力より大きい時ってあるの？ありますよ。今回で言えばバネを最大まで伸ばした時ですかね。ですよね、スフィアさん。そうっすね。これはラックピニオンと噛み合っている平歯車の半径と、噛み合いがなくなる直前までの、バネの張力から算出ですね。というのも、ここの時のバネの張力が一番高くなるから、瞬間的にモータに必要なエネルギーも、最高になるんですね。ありがとう。ということはこんな感じで式変形して、乾電池側の電力値が、バスターキャノンの歯車にかかる最大トルクより上回れば、ひとまず OK だ。本当はモータや周辺回路にある抵抗分を考えて、トルクや回転数との対応を取っていく、GNTI センズというのがあるんだけど、今回はそこまで厳密にはみていません。かなりの高負荷がかかる場合とか歯考慮が必要になるので、ウップ主が制作しているヌエとか、そういったクラスのロボットの時に、これらが登場するかもね。だいぶわかりました。ありがとうね。そういえば、リモートコントローラ側はどうなっているんだっけ？コントローラ派、ヌエマーク1の回路とほぼ同じ。マイナーチェンジで言えば、ボタンをタクトスイッチから、もう少し大きめのスイッチにしたことかな？タクトスイッチだと、どうも劣化が早くって、ボタンを変更したんですね。ちなみに押しボタンで動くので、クローラの速度調整派できない。XDE の通信設定とか派、遺伝ウップ主が投稿した、ジョイスティックワイヤレスコントローラシステムを参照すればできるはず。オッケー、ありがとう。あと派、通信だけど、これって方式があったんだっけ？そこ派プログラムなので、私が説明するよ。今回派ジョイスティックワイヤレス通信の時と同様に、パケット通信を行うようにしている。ただ、スイッチを押した時に、一定の値を送るようにプログラムを組みました。なので、クローラモータの速度調整波、今回波できません。以前投稿していると私のように初見の人もいるから、簡単でいいので仕組みを教えてもらえます？あ、ごめん、簡単にだけど説明するわ。今回波、パケット通信といって、モータの回転速度や方向のデータを、送信する前に、送信開始しますよ、終了しますよっていう、フラグ、つまり合図の役割を果たす数値を送っているんだ。
車体の RV のが、データ始まりの時波250を2回受け取った後、モータの制御情報を受け取るとして処理を始める。その後、モータの制御情報を受け取って処理を始め、最後に例を受け取ったら、再び250を受け取る処理を行うように、プログラム設定がされている。なるほど。全体の流れを、フローチャートにするとこんな感じですね。まずはコントローラ側。フローチャートって？簡単に言うと、制御プログラムの流れを図で示したものなんだ。実際のプログラムコードと照らし合わせてみてみましょう。最初にここ、クローラ走行ボタンが押された時の、制御の流れを示しているのが、赤矢印の部分。ここは条件分岐で、プログラムでいう、if 文やスイッチ文に相当する。その後は変数に数値を入力。ここは後ほど話しますが、車体側の処理で動作モードを切り替えるように、動作モード番号的なものを配列に格納しています。それでバスターキャノンモータ制御処理。ここはクローラモータ同様ですね。あとは、フラグ、モータ制御パラメータを送信、という流れになります。で、今度は本体側。本体側では、フラグ、データ処理でそれぞれ、受け取り状況、といって、処理内容を変えています。受け取り開始フラグ250を受け取る前は、受け取り状況例として、レシーブステートを例にしています。受け取った後はレシーブステート変数を1にする。これで、受け取り状況1へ進める。受け取り状況1で、もう1回250を受け取ったら、レシーブステートを2にして、受け取り状況2へ進める。受け取り状況2では、送られてきた変数の値を、配列の中に格納。その後はレシーブステートを3にして、受け取り状況3へ進む。受け取り状況3では、実際にモータ制御を行って、レシーブステートを0、つまり初期状態に戻して、処理を最初から行うって感じ。ここでは、ウップ主が作成した、モータコントロール関数が起動して、モータ制御が行われる。モータコントローラ関数内では、コントローラから受け取った、動作番号をもとに、処理内容を変えているというものになっています。動作番号って、コントローラー側の条件分岐にあったやつだよね。そうですね。以上がテレフェニックスのプログラム全体構成になります。そういえばビー玉射撃時の指令波どうなっているの？ボタンを押せば自動で射出される感じ？ああ、そこね。実はそうではないんすよ、サイリンさん。ここら辺はウップ主の技量不足なんです。どういうことですか？実は射撃時は、ビー玉が射撃されるまで、射撃ボタンを押しっぱなしにしないといけないんです。タミヤギアボックスを利用しているのもあって、エンコーダ付きのモータを利用していないっていうのもあるんだけど。エンコーダ付きモータと RV のを組み合わせた文献が見つかっていないので、一回ボタンを押したら自動で射撃とか、自弾装填とか破痕回避できないんだ。ロータリーエンコーダー？簡単に言うと、モータの回転位置や回転数を計測する装置なんす。これができれば、モータが何回転したので、歯車はビー玉装填位置にいるからモータストップとか、受信側 RV ので処理ができるんだ。なんとかウップ主もその処理ができるように勉強中みたいですね。以上が PV で公開していたテレフェニックスの構成解説ですね。あとはエンディング。いや、終わるにはまだ早い。ダミー、追加項目があるんだぜ。なん？だと。それは本当かい？聞いていなかったなぁ。PV の時は間に合わなかったらしいんだ。ごめんごめん。唐突な通常モードやめなさい。混乱するから。実は、テレフェニックスで単に的を射撃するだけでは、戦車をモチーフにした価値が下がってしまうので、せっかくだから、対戦が可能なシステムを追加してみたんですよ。何それどういうこと？まさか、ビー玉が当たったら戦闘不能的な？あんたもやってみやんけ。えへへー、ごめんごめん。ちょっとやってみたくなっちゃった。そろそろ次行きたいんですが、良いですか？どうぞどうぞ。じゃあ参ります。さっきのサイリンが話した件なんだけど、だいたいそんな感じ。こんな的みたいなものを作ってみたんだ。仕組みなんだけど、この的に銅板の電極を内蔵しておいて、的を車体に取り付けた際に、電極が車体の電極と接触する。車体には磁石で装着するようになってます。これを射抜かれたら車体は動けなくなるっていうものだね。ここはダクトスイッチと同じように信号を RV のが受信する仕組みで、電極同士が触れている場合は動けるけど、外れたら動けなくなる。とすると、的にビー玉が当たったら、外れるようにしないといけないね。車体との装着は実際波動しているの？こんな感じで、鉄製の材料をホームセンターで購入。ひとまずこれでやってみます。まずはビー玉が的に当たった時に外れるか、簡易試験装置を組んでみました。構成ですが、台座に電極を装着、その先に電池、電球が接続されています。的をこの台座に装着したら電球が点灯。的が撃ち抜かれたら、電球が消灯されるという仕組みになっています。そんじゃあ実際に射撃試験をやってみるぜ。的が当たった後の動作にご注目ください。車体に搭載したらどんな感じになるのか見てみたくなっちゃったんだけど。いいぜ、ご覧くださいよ。まずは的がない状態。ここでコントローラの走行ボタンを押してもクローラは回りません。で、取り付けると、キャスター無事に回りましたね。いいじゃんいいじゃん。これ実装して対戦形式にしたら少し面白いかも。実はまだ課題があるので次の章でそこら辺を説明します。了解しました。他に話すことがある人はいますか？
じゃあ1点だけ。先ほどの的は試験的なものなので、今回のマーク1には標準搭載されないから、ホームページのプログラムにも掲示はしません。一応次回作から搭載予定です。了解しました。それではエンディングへ進みましょう。さあ、ということでエンディングです。いかがでしたでしょうか、サイリンさん。前編後編それぞれ割と濃い内容で、いろいろ面白かったです。特に最後の対戦機能とか、今後が気になりますね。いやーありがとうございます。ただ、現状のテレフェニックスの構成ですと、いろいろ欠陥があるので見ていきましょう。まずハクローラの履帯、これはゴム製でできているんだけど、貼り方がまずいのか旋回動作で途中外れてしまうことがあるんだ。よく見てみると、つなぎ目が曲がっちゃっているので、ここら辺は、別の材質とか検討が必要でしょう。他にも、メカハードで改良しなくちゃいけないところがあるので、手の加えどころはありますね。電気ハードの面も、ロータリーエンコーダー含め、手を加えるところがありますね。プログラムの面も、今はただの無線遠隔操作ですけど、ここから機能を拡張していって、機能を充実できればいいかと思っています。つまり、紹介した全ての面で手を加えるところがあるっていうことですね。そうなりますね。なので今後は、ヌエ、テレフェニックスの改良、飛行水中ロボットの製作、ロボット機構、制御システム、アプリケーションの開発、ロボット以外の装置の製作予定、視聴者様からのご要望がありましたら、可能な限りですが制作も検討いたします。いやー話には聞いていたけど本当に多いね。それではご視聴いただき、ありがとうございました。もし動画が面白ければ要つべで高評価、チャンネル登録、ニコニコ動画では、いいねやコメントをよろしくお願いいたします。Twitter も始めましたので、よろしければぜひフォローをお願いいたします。また制作してほしいものや、動画内容の間違いによるご指摘、説明がわかりにくいといったコメントも大歓迎です。それでは、また次回お会いしましょう。さようなら、さようなら。まったりってねー。